川崎競馬、11レース、麦日和特別、1600です。能力偏差値ですが、B ランク1等、C ランク5等のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。7枠11番アラモードバイオです。能力偏差値はトップで偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では3層前。 5層前に黄色線を上回っています。能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1600メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、1。走前はピンク色の着順が4着で、紫の丸が15003。走前はピンク色の着順が10着で紫の丸が1400。 1,400が適距離ですが、過去1年、1,500以上の出走履歴がありません。1,600への距離延長適正は不明でリスクです。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により、レース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬が1頭います。先行タイプが4頭います。この一角侵入予想図の状況からは、 ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前は花を切っての競馬です。3走前は後ろから、先行も差しも良い自在タイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は30で8位です。 上がり指数は42でトップです。まずまずの上がり指数で、差しが効きそうです。展開面は、若干のプラス評価をしていいです。ババ状態を見ていきます。ババ状態はグレーの丸で表されます。ババが渋ると、指数を落としています。明日も、ババが渋れば、マイナス評価した方がいいです。上適性を見ていきます。指数の上の漢字が開催状を表します。 ここが数字だと当地川崎での出走です。地方での指数は、中央と変わりありません。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。5枠8番、モズノーブルギフトです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、2層前に黄色線を上回っています。特に2層前は、黄色線を13上回る優秀な指数をマークしています。能力的には。 トッププグループの一角でで連帯確率は高いです距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は紫の丸が2000、2000が適距離ですが、3層前の紫の丸、1800への距離短縮では、指数を下げています。1600は若干短い可能性が高いです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、 2走前は3番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は40で5位です。上がり指数は42で2位です。平凡な先行力で好位につけられないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。レース感覚を見ていきます。横軸1目盛りが2週間の1開催を表します。今回は。 34週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くか大きなリスクがあります。レース間隔はマイナス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。3枠4番、時のゴールドです。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、4層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、 連帯四角は十分ですす距離適正を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は紫の丸が14004層前は紫の丸が15001500が適距離ですが3層前の紫の丸今回と同距離の1600では指数を下げています1600は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきます 指数がピークとなっているところを見ていくと1走前は6番手からの競馬です4走前は8番手からの競馬です中段より後ろめからの差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は39で6位です上がり指数は33で9位です上がり指数は評価できません差せないリスクがあります展開面は若干のマイナス評価した方がいいです馬体重を見ていきます 馬体重は黒色の折れ線。馬体重の黒線と指数の青線が反比例しています。明日も馬体が絞られていればプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。二枠二番銀座ロッソです。能力偏差値は四位で偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では前層、四層前、五層前に黄色線を上回っています。 能力的には2番手グループの一角で連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は紫の丸が2000、4走前は紫の丸が2100、昨年の8月は紫の丸が1500、1600は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと。 1>, 1走前は6番手からの競馬です。4走前は5番手からの競馬です。昨年の8月は2番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は41で4位です。上がり指数は39で5位です。先行力、上がり指数とも平凡で、させないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。 馬場状態を見ていきます。馬場が渋ると指数を上げています。明日も馬場が渋れば、プラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。八枠十四番、ウィンド・ブローンです。能力偏差値は五位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金五層では、三層前に黄色線を上回っています。能力的には上位馬には一歩劣りますが。 連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、3走前は紫の丸が1600、昨年の8月は紫の丸が1500、1600は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、3走前は8番手からの競馬です。昨年の8月は5番手からの競馬です。 中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は28で9位です上がり指数は37で7位です先行力は評価できません前目につけられないリスクがあります展開面は若干のマイナス評価した方がいいです過去1年間の対戦成績を見ていきます暫定20丸を打った11番の対戦成績は 有力ととの対戦成績は多場と遜色ありません暫定丸を打った8番の対戦成績は有力馬との直接対戦がありません。評価対象外です。暫定黒三角を打った4番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません。暫定白三角を打った2番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません。暫定罰を打った14番の対戦成績は2番に対し、 0勝2敗と負け越しています14番の対戦成績にはリスクがあります最後にコース特徴と枠順による有利不利を見ていきます川崎競馬は南関東競馬の中では最もコーナーがきついコース形態となっていますしたがって外側を回ると距離ロスの影響が大きく出ます1600の発走地点は4コーナーポケットです1コーナーまでの距離があり ポジション争いはそれほど激化しません。枠別の平均パフォーマンスを見ていきます。内枠有利ですが、外枠が不利とは言い難いです。コーナー外側を回されることがない内枠が有利となります。しかし、外枠でもスタートしてから一コーナーまで十分に距離があるので、外からでもポジション取りが自在にできる傾向があります。以上の適正分析を考慮しました。最終の予想印です。本命二重丸を打ったのは。 11番、アラモードバイオです。能力偏差値はトップの B ランクです。距離にリスクはあります。展開を高評価しました。対抗丸を打ったのは2番銀座ロッソです。能力偏差値は4位の C ランクです。レース感覚と枠順を高評価しました。黒三角を打ったのは8番モズノーブルギフトです。能力偏差値は2位の C ランクです。 距離とレース間隔にリスクはあります。白三角を打ったのは、4番、時のゴールドです。能力偏差値は、3位の C ランクです。距離と展開にリスクはあります。×を打ったのは、1番、ファルコンソードです。能力偏差値は、6位の C ランクです。展開と対戦成績にリスクはありますが、枠順を高評価しました。以上。 指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しました指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながりますぜひ指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです